大里町住民バスは宮城県黒川郡大里町にて運行しているコミュニティバスであるグリーンネット班という愛称が付けられている。運行形態は自家用自動車による有償運送で運行開始から長らくの間指定管理者として第三セクターの大里地域振興校舎に委任していた。本校では同社についても取り扱う。 2015年4月より指定管理者がアスカ観光バスに変更になっている。8路線がある。2路線同士で運行されることも多く、以下に示す路線名称と実際の運転系統が一致しない。例えば、松島町役場、物産館大和町バスターミナルや、塩釜駅、物産館成田川といった系統が運行されている。実際の運行系統については、 時刻表を参照されたい。小津内経由松島線黒川病院線、立府塩釜線かすかは大松沢線鹿島大線、川内経由松島線、山崎経由松島線、大松沢中村線日の DS2 台、三菱桑装、ローザ三菱扶装、エアロバス MM、トヨタコースターが使用されている。2001年当時の車両株式会社大里、 地域振興公社は大里町が70%出資する第3セクターの企業である住民バス関連ありがとうございます。